モデリングにおける地震動の影響の一部。建築における耐震とは、地震に対する建築構造物や土木構造物の破壊や損傷を防ぐ措置を言う。目的は同じだが類似の用語の精神や免震とは区別される。地震が起きると、建築物はその地震の強さやその構造によっては大きな被害を受けることがある。その侵害を減らしたり防いだりすることを目的とした。 建築物等に対する設計を耐震設計と呼ぶ。一般に建築物が大きな被害を受ける可能性がある地震の強さは加速度で100ガル以上であると言われる。建築構造物の耐震設計においては一般に建物の共用期間中に数回起こる可能性のある中規模の地震に対しては大きな損傷はしない建物の共用期間中に一度起こるか起こらないかの 大地震に対しては居住者の生命を守ることを目標としている。すなわち、大地震に対しては倒壊しない程度の損傷は許容しており、また損傷を受けても安定性を損なわないようにすることが求められる。そのため、橋梁などの土木構造物によく見られる一本柱のような構造は、柱の根元が損傷を受けた場合に即座に、 不安定構造になるため建築では用いられない。ただし、原子力発電所など極めて重要な建物に関しては一般的な構造物より高レベルの設計目標が課されている。道路橋司法書後耐震設計編による耐震設計は橋の場合その重要度に応じて必要とされる耐震性能を確保することを目標として行うこととなっているが橋の重要度は 道路種別や橋の機能、構造に応じて重要度が標準的な橋と特に重要度が高い橋の2つに区分する。重要度が標準的な橋は橋の共用期間中に発生する確率が高い、地震動に対しては健全性を損なうことなく、また、 橋の供用期間中に発生する確率は低いが、大きな強度を持つ地震に対して、致命的な被害を防止することを目標としている。特に重要度が高い橋は、橋の供用期間中に発生する確率が高い、地震動に対しては健全性を損なうことなく、また橋の供用期間中に発生する確率は低いが、大きな強度を持つ地震に対しては限定された。 損傷にとどめることを目標とする。ここで、橋の共用期間中に発生する確率は低いが、大きな強度を持つ地震動というのは、プレート境界型の大規模な地震を想定したタイプ1の地震動及び内陸直下型地震を想定したタイプ2の地震動の2種類を考慮したものである。具体的な耐震設計は原則として、震度法及び 地震時保有水平体力法という設計法によって行われる。震度法によるものは、橋の共用期間中に発生する確率が高い地震動に対してであり、許容応力度、許容支持力、許容変異、安全率、またはこれらの組み合わせによって耐震設計を行っている。地震時保有水平体力法によるものは、 橋の共用期間中に発生する確率は低いが、大きな強度を持つ地震に対してであり、地震時保有水平体力及び、許容素成立、残留変異、またはこれらの組み合わせによって、耐震設計を行っている。地震時の挙動が複雑な橋は、動的解析を行う。その結果を設計に反映させている。耐震設計にあたっては、地形、地質、地盤条件、 立地条件などを考慮し、耐震性の高い構造形式を選定すると同時に、個々の上下部構造の設計に対してのみならず、勝負や落郷防止システムも含めて、橋全体系が耐震性を有するように配慮しなければならない。ありがとうございます。